皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。K-POP の世界では、BTS のメンバーに関連する瞬間は常に驚き、感動、そして終わりなき好奇心に満ちています。特に彼らが義務的な兵役中にいるとき、ファンは BTS メンバーの一挙手一投足、さらには小さな情報にまで期待を寄せています。 近い将来に最も期待されている瞬間の一つが、10月13日に迎える BTS の自民の誕生日です。自民はいつもファンの心をその魅力でつかむメンバーの一人であり、彼の特別な瞬間に何が起こるのか、特に今彼が砲兵式センターに勤務していることもあり、世間の関心は高まっています。一方で彼の親友であるジョングクとテヒョンは、軍隊の食堂で料理を担当し、 テヒョンは陸軍の特殊部隊に所属しています。しかし、自民の誕生日の大きな話題に入る前にジョン・グクとテヒョンが送った謎のサプライズギフトについて触れてみましょう。ジョン・グクとテヒョンは普段から寛大な性格で知られていますが、今回は本当に予想外の行動をとったと言われています。彼らが送ったものは物質的にも感情的にも非常に価値のあるもので、 多くのファンや軍隊の仲間を驚かせました。この贈り物が何であるかについて、多くの人々が疑問を抱いており、なぜこれが特別なのかという点が、さらに好奇心と推測をかき立てています。最初にこのニュースが地元メディアを通じて広まり、それがソーシャルメディアで急速に拡散しました。報道によればジョングクとテヒョンは非常に価値のあるものを贈ったが、 その詳細は軍隊によってまだ秘密にされているとのことです。その後、ある軍関係者が投稿した写真が削除される前に拡散され、そこには感情的な表情で手紙を持つジョングクの姿が映っていました。この手紙が贈り物と関係があるのか、手紙には非常に個人的なメッセージが書かれている可能性が高いと見られています。ファンは、この手紙が謎を解く鍵かもしれないと推測しています。 そして自民の誕生日に向けて、ファンの関心はますます高まっています。ジョン・グクとテヒョンが、軍隊の仲間たちと共に自民の誕生日を特別な方法で祝う準備をしているという報道がありました。この祝い事がただの小さな集まりではなく、彼らの軍隊生活における忘れられない瞬間になることが期待されています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想は コメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。